さあそれでは今日の試合ハイライトで振り返りたいと思います。ホークス先発岩崎のまずは立ち上がり1回の表のピッチングです。2アウト2塁から2塁ランナー江尻沢が3投に成功。今日はちょっと走られるケースが多かったですね。まあそうですね、本当にケアレスミスが多かったですね、はい、そしてフェルナンデス左中間へのタイムリーツーベース。今日の試合も岩崎は先に点を許してしまいます。さあしかしその直後です。1回の裏2アウト1塁からペーニャが先発、塩見からこの一発レフトスタンドへ第7号ツーランホームラン。大きな当たりでした。打った瞬間にそれと分かるペーニャのホームランで2対1逆転。そして2回の裏です。今季初出場の中西が初球をセンターバックスクリーンへ1号ソロホームラン。これちょっと驚きましたね。そうですね、初球振るとは思わなかったですよね、はい、非常に積極的なバッティング。さあチームが逆転してくれまして岩崎も立ち上がり立ち直ります。3回0点に抑え、そして4回の裏この回先頭の松田、これは弾丸ライナーで飛び込むレフトスタンドへ4号ソロホームラン。ホークス4点目、4対1リードを3点に広げます。5回の岩崎のピッチング、もうこの辺りはね岩崎完全に自分のペースを取り戻したなというような感じでしたね。そうですね、だから回終わってね、あの細川選手はいろいろ言って次の回に備えてましたからね、そうですね、はい、さあ6回の裏先頭の石川レフトへのツーベースヒットで出塁。そして続くペーニャもレフト前ヒット、これノーアウト一塁三塁になります。ここでイーグルスは加藤にスイッチします。この後の松田の打球がライトへ行きますが、このペーニャがここでジャンプして、そして三塁ランナーの内川がホームに帰って一塁ランナーのペーニャが三塁へ行くという、はい、素晴らしい走塁でしたね。本当にそつないですよね。そうでしたね、はい、そしてここもショートゴロの間にペーニャがホームに帰ってきます。これで6対1ということになりました。さあ7回の表岩崎のピッチング、2アウト1塁から内野安打で出た内村が盗塁します。すると肘沢ライト前タイムリー、二塁ランナーが帰ってきます。その肘沢は今日3つ目となる盗塁成功。キャッチャー細川投げられませんでした。すると銀次がライト前タイムリー、イーグルス3点目が入ります。好投していた岩崎だったんですが、ここで2点を取られまして降板、岡島に交代ということになりました。ちょっともったいなかったですね。そうですね、同じパターンで取られましたからね。そうですね、はい、2番手岡島は代打ガルシア空振り三振に切って取りました。7回の裏ホークスの攻撃、ワンアウト二塁から内川ライト前タイムリー。ホークスの7点目、内川は猛打賞、7対3となります。そして8回からキムムヨンが登板し、牧田空振り三振、横川空振り三振、三者凡退に抑えました。そして9回です、4番手森福が登板、2アウトランナーなしから代打島を空振り三振に切って取り、これでゲームセット。結局7対3で今日の試合ホークスがイーグルスを下しています。